政道司会201号村田俊之でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。本日最後でございますが、小気味よく進めて早々に上がりたいと思っています。ご協力をよろしくお願いいたします。さて、今議会は、市長選を控えていることから、市長の4期、16年の総括の質問も何件かございました。いろいろ政策事業の成果はもちろんですが、私は他の自治体の職員と話をいたしまして、差を感じることがあります。当初は市民視点で一生懸命事業を展開する職員の素晴らしさ、人材が育ってきたことが、自治体経営者として将来に向けた最大の成果ではないかと思っております。皆様いかがでしょうか。はい、さて、今回の質問のポイントですが、私自身、中期戦略や決算予算について、そのタイミングに合わせて重点的に質問をしてまいりましたが、本6月議会は中期や実施計画の序盤であることから、次第が見つけられません。そこで行政が地域個別に展開する事業、また地域が主体となって行政が支援する事業などにつきまして、その進め方方法論について質問させていただくことといたしました。またちなみに、政道司会201号では、当面の会派投資テーマを地域包括ケアシステム、プラス地域づくりに設定し、ご担当を交えて意見交換をしているところです。またつい2週間ほど前、私の吉田3区の上階で74歳の女性が行方不明となり、改めて地域がどうコミュニティを再構築していくかを考える機会となり、そのような観点からも質問させていただきます。それでは早速質問させていただきます。1、行政がコーディネーター役として市内地区展開の進め方と課題、その方法論について。市が地区の意向、地域力を踏まえて市が展開する事業が増えてくると推測する観点から、ある意味質問の特集を組んでお伺いいたします。市が増え吹けど地域は踊らずでは大きな推進上の障害となり、本来の事業が推進できないわけであります。この観点から、1、学校区見直しプロジェクトの総括と反省点、この問題につきましては私自身も注視していたわけですが、今のところ新聞以外に情報がございませんでしたが、昨日中村議員の質問があり、結果については理解いたしました。そこで推進した上での反省点がもしあればぜひお聞かせください。2、地域プラットフォームの推進状況と地域受け入れ状況、中期プロジェクト10に支援コミュニティの活性化があります。主な取り組みの中に、地域課題解決に向けたプラットフォームの構築、地域づくりの担い手の育成とあります。地域プラットフォームの地域の理解状況、地域での理解状況、主な動き、さらに成果指標であります、事業取り組む件数についてお聞かせください。また課題と捉えられていることがあればお聞かせください。この件については古畑議員が先ほど質問されておりますので、簡潔で結構でございます。3、地域包括システム互助の仕組みづくりについて、最初に質問通告書に共助とありますが、互助の意味で事前に訂正のご連絡をいたしておりますが、ここで互助と訂正させていただきます。
直前の古畑議員の質問があったばかりなのですが、冒頭お話ししましたように、我が会派では統一テーマとして地域プラットフォームプラス地域づくりを挙げ、研究を開始したところであります。自助、互助、共助、公助のフレームの中で、地域包括ケア推進会議の活性化状況とその取り組みについてご紹介ください。特に互助イコール今後の地域づくりと捉え、ご近所の助け合いボランティアについて、特筆すべきことがあればお聞かせください。括弧の4、立地適正化計画の地域合意形成の進め方について、これにつきましても地域合意系となっておりますが、地域合意形成の誤りです。訂正いたします。立地適正化については、実用の課題の大きさから、一般報道では単なる補助金目当てに過ぎないと揶揄する情報も出てきております。また市長から、田園都市を目指してきた当市に本当に集約化が必要なのかとのコメントもありました。いずれにしましても従来の、市街化調整区域に対して、居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導施設を決定することとなるわけです。昭和46年の都市計画区域の制定はどのように決定されたか想像もできませんが、線引き制度の功罪の罪の付けは大きい。現都市計画審議会では全地域でなく代表地区の委員のみで、この決定はその場では無理で、各地区に対しどのように目的、将来ビジョンなどの構想説明と、地区ごとの、基本合意を図っていくか、丁寧な説明というよりも丁寧な進め方が必要ではないかと考えますが、そのお考えをお伺いいたします。括弧5、地域展開の方法論、フレームワークとメソドロジー。前日の括弧1から4では、いずれも各地域の基本合意の中で取り組まなければ進まない事業の例ではないかと考えます。過去、行政が地区に一方的に説明に来て話をしていく、地区からすればまたかの感想で、縮小気味の状況で積極的になれない状況もあったのではないかと考えます。地区は地区の課題解決に向けおのおの取り組んでおり、その最中に行政からまた新たな事業展開の、話を持ちかけられるわけです。これでは市の考えている事業が進まないのは自明であります。私は IT 分野の出身ですが、 IT 業界は幾多の失敗の中で、標準化やフレームワーク、メソドロジーによってレベルアップを果たしてまいり、価値あるものに成長してきました。また、中期戦略の成果指標の半数は、市民意識調査によるところです。市民が満足度を得なければ良い成果は出ません。やや抽象的な話になって恐縮ですが、町内の共通課題の観点から地域展開の方法論の確立・整備について企画政策部長のご所見をお伺いいたします。2、人口減少社会に向けた市の対応政策について、日本人は人口減少の深刻さを分かっていないの記事を拝読いたしました。縮小する経済、深刻化する供給過多によるデフレが続き、さらに社会全体の高齢化とともに起こることで、チャレンジしない責任会社化がはびこり、不動産価格の崩壊や行く先は社会保障制度の崩壊につながるとのことでした。それで括弧の1、最新の合計特殊出生率と
出生率を高める政策を強化する。当時の中期戦略の成果指標に出生率を高めることが挙げられておりますが、まず最新の合計特殊出生率はどうか、それと中期は各事業から戦略のですね、ボトムアップ積み上げ型の計画であり、成果指標となっております。出生率を上げるために何をやるか、あるべき論ですが、トップダウンの演繹アプローチで考えていく必要性はないか、ご所見をお伺いいたします。括弧に、最新の外国人を含めた移住状況と政策適応性、同じような観点でございますが、外国人も移住の対象として見ていかなければならないというような観点でございます。最新の外国人を含めた移住状況、転出状況をお聞かせください。併せて、中期戦略自体の政策適合について、つまり今の実施計画事業だけで十分か、手遅れになりはしないかを危惧するわけです。ご所見をお伺いいたします。3、コミュニティスクール活動を通して見え始めたこと、括弧の1、学習補助、放課後学習の充実を。全市コミュニティスクールが始まり、3年目を迎えております。私は吉田町岡中の範囲からだけですが、まだまだ規制組織を含めた連携が十分できていなかったり、ボランティア地区を挙げての状態になっていない一部の方にとどまっているの課題はあるものの、とにかく動き始めていると捉えております。そんな中で期待されていることが、学習補助、放課後学習に主体が出てきているように感じます。教育に経済格差があってはならないし、子育て世代の共稼ぎの世代が多いことから、このようなことが背景にあると推測いたします。それでお伺いいたします。全市的に小学校中学校に分けてこの学習補助放課後学習にポイントがあるのか、その傾向についてお伺いいたします。括弧の2、当市の CAI 学習環境コンピューターエディットインストラクションですが、現場ネットの活用状況についてお伺いいたします。最近当市にも CA 環境現場ネットがあることを知りました。いつからサービスが開始され、年間費用、さらには児童生徒1人当たりの費用を教えてください。この利用状況や学校側の学習コンテンツの評価研究はどうかお伺いいたします。4、漆器産業再生の市の関わり方について。今議会では暮らしの工芸館の市への譲渡で何人かからの質問が出ておりますが、この本題の本質の一つは漆器産業自身の再生回復にあるとの立場から質問いたします。伝統的な商品分野、伝統遺産の修復事業、さらに今回取り上げる漆の特性を生かした新規事業開拓など、マーケットジャンルを分けて考えていくことが肝要ではないかと考えます。漆の特性を生かした新規事業開拓の最新動向はいかがか、またこの産業分野をどのように市が支援しているのか、支援していくのかお伺いいたします。5、地域生活安全インフラの整備の一解決策のご提案。昨年10月下旬、11月中旬に松本南部吉田5区と塩尻町において計約190台に及ぶタイヤ殺傷事件が発生し、犯人逮捕まで長い時間がかかり、地元住民は
年末を控え大変不安な日々を過ごしました。また新潟市の女児殺傷事件をはじめ全国の多くの事件は防犯カメラ画像が決め手となり立件される事例が増えております。特に吉田地区の住宅街においてはコンビニを除いて防犯カメラはなく、まだまだ、地域生活安全インフラは未整備であります。防犯カメラの利用を今後どのように整備していくか一つの課題と考えるところです。その反面、1万円以下の廉価なドライブレコーダーが活用され交通事故の立証に大きく貢献したり、さらには画像により AI 利用の顔認証技術も実用期を迎えております。そこで提案です。観光地など来場者情報カウントや篠原議員の質問で対応できていない滞在時間を含め多目的なカメラ利用を含む生活安全インフラを構築を展開すべきと提案いたします。ご提案に対するご評価をお願いいたします。以上で1回目の質問を終了いたします。